はい、どうもジャネダルクです。というわけで今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、ちょっと遅れちゃったんですが、先日コールオブデューティー MW っていう、まあコールオブデューティーのメインですね、まあ主軸となる作品が先日配信されまして、まあこのゲームもモバイルながら色々とね応援キャンペーンをやってるみたいです。はい、まず1点目、こちらですね、プライスログインイベント、ログインしてプライス仕様の報酬を手に入れようということで、こちらですね。はい、まあログインするだけでもらえると、まあ正直ねスプレーなんでいらないんですけども、まあもらえるものはもらっとこうと。でその他、まあこれは受け取っちゃったんですけども、こちらコールオブデューティーモダンオーフェアは10月25日発売、10月25日のコールオブデューティーモダンオーフェアの発売を記念して無料でエピック武器 XP カードをプレゼントということで、はい、武器 XP カードがもらえます。まあ、正直、いや、もうちょっとあってもいいんじゃないかなと思ったんだけどね。なんか、武器 XP カード1個ってなんか、うんって。はい。で、3点目がね、今回のお目当てなんですけども、新キャラクター。ジョン・プライス・クレイト。こちらね、多分モバイルやってる方は知らないと思うんですけども、MW1、2、3っていうね、まあ、3作品、続いたんですが、そちらの方で全て登場している、プライス隊っていうね、一応まあ今回のコールオブデューティー MW の、パッケージですね、にもなってる方で、本当にまあ有名なキャラクターなんですけども、こちらがね、記念で追加されております。ただまあこちらね、ちょっと有料なんで、まあモバイルらしい応援の仕方っちゃ仕方なんですけども、一応ね、まあこちら獲得していこうかなと思います。それで本当にソープなんて名前なのか、おい。お前みたいな丸毛がどうやって選抜過程を残った。まあ、こんなセリフあったっけ、あれかな、最初のキャンペーンの方かな。とりあえずはこのクレートにこういう新武器かな、はい、 AK47 タスクフォースっていうね、リスポン後の移動速度が上がるやつが追加されておりますので、ちょっとまあここいるあたりもね獲得しながら、今回やっていこうかなと思います。とりあえずまあいつもの課金ガチャガチャいきましょう。はい、ということで720コインいきます。オープン。さあ10連目、まあ、一発目から来てくれてもええんやで。はい、スティッキーグレネードありがとうございます。さあ2回目20連目いきます。あ、お金が足りない。さあ12000課金、ジャンヌ豪遊。まあ多分ねこの12000で出てくれるんじゃないかな。うん、多分これだけ課金すればプライスタイムもね来てくれるんじゃないかなということで、いきましょう。ほい、スティッキーグレネード。はい、とりあえず AK47 欲しいよね。プライスの前にまずは、今回のメインでもある武器ナイフ。ナイフはいらないんですよ、ナイフはいらないんですよ。頼むから AK47 お願いします。頼むよ AK47 お願いします。来い、スティッキーグレネード来い。 AK47 ありがとうございます。まあ、これを今回ちょっと使っていこうかなと思います。さあとりあえずよいしょ、お目当てのプライスタイお願いします。ほっ、てかプライスタイだっけ、注意だっけ、なんかタイだったはずなんだけど、なんかちょこちょこと確か変わったんだよねこれも。ほっ、いやー出ないなー。さすがプライス対我慢強いですね。別に下的な意味じゃないんですけど。いやけど懐かしいな本当に。いや一応ね MW のキャンペーン全部やってるんですよ。それこそ10年ぐらい前の作品なんですよね。そう、10年ですよ皆さん。ね、ワンチャンこのコールオブデューティーモバイルやってる人で生まれてない人いますからね、10年前って。だって普通に10歳の子がコールオブデューティーモバイルやってますっていうツイート見ますもん。うん。まあ、大体の方は多分中学生、高校生ぐらいの方だと思うんですけど、あと大学生とか。だと思うんだけど、まあ、全然中には10歳ぐらいの方もいるんでね、そう思うとやっぱコールオブデューティーの歴史って長いよね。きたー、プライス隊。それで本当にソープなんて名前なのか、おい、お前みたいな丸毛がどうやって選抜過程を残った。これ若干後ろさハゲてるんだよね、年ですねプライス隊。あ、すげえ、ほら見えるかな、この腰についてるさワッペン、懐かしい、これ結構有名なんだよね。はい、ということでプライス隊いただきました。さあとりあえずこれで大体は獲得したと思いますので、ロードアウトの方をプライス隊、いいっすね。で先ほど獲得した AK47 タスクフォース、一応ね AK47 は、レアがこれが初めてかな。一応、レッドアクションだとか、パンプキンヘッドみたいなやつはありますので、全然まあこれの上位互換みたいなやつはあるんですけども、よいしょ、移動速度が速くなるのは多分この武器だけで、プラス武器 XP カード1個もらったんでこれも使います。あ、レベルそんな上がらへんな。なんか MW 記念でチケット1個もらったけど、大勢だよな。正直あのフレンド多い方とか武器 XP カード余ってくると思うんですよね、100個ぐらい来て。で、ナイフの方も一応つけといて、セムテックスの方もスティッキーグレネード。これでいいかな。はい、ということで、ちょっとこちらを使ってね、やっていこうかなと思います。これからもね、ちょっとコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴、じゃないわ。それでは早速やっていきましょう。終わっちゃうとこだったね。
はい、ということでスタンドオフのハードポイントをやっていきたいと思います。さあさあ、こちらのねハードポイントは結構やってるので、まあ大体のポジションがねちゃんと把握できますので、ちょっとまあ皆さんにハードポイントの立ち回り講座的な感じも入れながらやっていこうかなと。一応こちらの AK47 レベルマックスにしてないので、走る速度は変わんないんですが、こういった形でナイフを持つと爆速で走れますと。開幕多分ここから来るね。来い。は？後ろ？いるね。さあしっかりと抜かせていただいてリロードする。でここのポイントはまずこっちのねリスポーンを取ること。そう、こういう形で取る。いるかな、いた。上からカバーする。うん、撃たれてる。逃げる。よいしょ。でここのポイントは正直あのスコアストリークガンガン回し用でありだと思う。中区来てんだよね多分さ。来るからこういう形でカバーする。で右もいるんでしっかりとカット。で味方がしっかりと取ってくれているので、こっちのリスポーンを取りたい。こっちのリスポーン、スパローくれ。で次のポイントもう次ポ行く。来るかな、来てないな。ほっ、よいしょ、1キル。さあ次ポー来ましたね。そう、こっちのリスポーン取っておけばここのスパローで猛威を振れる。オッケー、ナイス。そう、ここのポイントがね一番守りやすい。さっきのところってもういろんな十字路から敵が来るんですけども、ここはこの上取っておいてリスポーン固めておけば、そう敵はねほら難攻フラグな城に変わるわけですよ。ここがいいっすね。入ってきてるよ。おい、大丈夫か。そう、こういう形、ここが強いマジで。ポイント的にはここがおすすめなんですよーと。ちょっとヘルストーン使おうか。よいしょー、オッケー。はっ、後ろ、最悪。おい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 、味方しっかりと見ておいてくれよ。でしかもキルカンバグってるし、これ多分スキップできてないんですよね。そう、クラスター使ってる時に殺されるとスキップ強制的にできないっていうね。ただまあこういう形でしっかりとねスコアの方が開いているといいっすね。よいしょ。さあさあ十字路というか2階にセムテックス、ナイス、ダブルキル、でかいよ。いいよ。さあ次ポもう行かないとやばいんですが、来るね。はっ、瞬間移動したいね。どうしようかな。利息湧いてんね。暖房湧きだと思うのでそれをカバーしていきたい。ナイス。ほっ、オッケー。2階か。ここから登って、ほっ、オッケー、トリプルキル。さあ入っていきましょう。入っちゃってここから見る。階段だけ見とけば OK。 登ってくるやつは全て抹殺。ほい、お、まだ来んねこれ。一回ちょっと下がってから火炎放射いるくね。違うか、スライディングやばいって。あー、まあ、AK4 ならちょっと近距離がね弱いんで本当にまあランクまでは使いにくいところですよね。よいしょ。さあどうしましょう。ちょっと建物中なんで、まあ、マジ次パ入られてんな。顔出せ、角待ち。 OK。 さあさあ、とりあえずガソスタ脇じゃないこれ、多分手前脇なんだ。いやーですよね。さあ、しっかりと UAV も出していきつつ、クラスターグレネードで、はあ、あ、ここいっそ、パー。いや、1枚か。シングルですか。いや、ちょっと待てよ。これ結構ジジすんな。スナイパー危ない。で、敵のリスポーンがスタンドオフの初期の建物に行ったので、ここは多分取れ返せるんじゃないかな。1枚いた、オッケー。いいっすね。さあさあ、多分ガソスタ脇か初期脇なはず。味方に入ってもらいつつ、いんね。ほっ、スライディングしてるところすまんな。さあ、次ポ取りたいね。次ポを取りたいんだが、大丈夫そうか。あ、なんかラグいって、マジで。回線ラグいって。おい、誰が回線抜いてるやつ。オッケー、リロードする。さあ、ヘリコプターここに出しつつ、手前いんね。二人いるんでしっかりと抜く。味方がやってくれた。腰打ち。スパローやばい、危ねえ。早めに止められて正解でしたと。よいしょと、リロードして、見る。来い。壁抜いとくよ。オッケー。さあ、スパロー使っていきましょう。てい、へい、火炎放射使ってきたやつをしっかりとカットする。で、多分後ろいるんだよね、そこ。いた。オッケー。さあ、判定が結構ガバガバ。スパローさんをしっかりと、ダブルキルして、行きたいところ。は、マジか。あのね、ジャンプ打ちの方が射角つけられるんで、結構スパロー強いんですけども、ちょっとさっきのミスりましたね。ちょっとね、味方に中入ってもらいながら、外側のここら辺支援していこうか。ね。ここのね、ところも強ポなんですよ。ここか、ここ。一応ね、この暖房も FM でつけられたら抜けられるんですけども、盤の後ろ隠れて抜くことも結構強ポジなんで、まあぜひぜひちょっと、各ハードポイント、ポイント決まっておりますので、まあそのポイントごとの守り方みたいな、ね、練習すると結構まあ公開マッチでも、ね、使えるのかなと思います。結構まあ成績もいいんじゃないかな。スコアの方が5876スコアですね。で、結構ティアも上がって、45キル、4ですと。はい、ありがとうございます。だいぶ無双しましたね。はい、ということで、あ、ごめんなさい、ちょっとプライス帯紹介してなかったんで、カスタムマッチで紹介しましょうか。はい、ちょっとじゃあ最後に、プライベートマッチでプライス帯じっくりと見ていきましょうか。はい。いやー、まあ特に感想はないんですけど、まあなんか普通のキャラクターだよね。うん。
なんかちょっと渋いおじさんみたいな感じで、こんな感じよっ。まあ派手な格好もなく普通のね、ちょっと、生かした兵士って感じですので、まあぜひぜひ MW やってる方はもちろん、まあそれ以外もね、ちょっとこのキャラクターかっこいいなって、よく知らないけどかっこいいなっていう方はぜひぜひこちらね狙っていただけたらなと思います。はい、ということでこれからもね、ちょっとコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。